はい。カタリアのシロナです。今回は2024年10月18日公開の映画をもらってきたフライヤーでサクサクと紹介するコーナーです。網羅してないのであしからず、ほな、行くよ。まずは、パミョ。ぶん前から気になっていた一押しです。タイトルの響きがいいよね。パミョ。<laughs> 破壊の刃に墓でパミョでパすが韓国ホラーかと思いきやジャンルとしててはスリラーになってますでもシャーマンとか出てくるのでお化けかと思いきや人間の仕業だった系ではないと思っていますがどううでしょうヌーダンの2人が依頼を受けたのは跡継ぎが代々謎の病にかかるという奇妙な家族の祖先の墓の階層。 ムーダンとは死者の声を聞くシャーマンのような方で階層は作り変えるじゃなくて撤去解体の方ね相場とは桁違いの報酬を告げられ金の匂いときな臭さを感じ風水師師と葬儀師も合流やがて4人はお祓いと階層を同時に行うが掘り返した墓には恐ろしい秘密が隠されていた。一体墓から 何が出てきたというのか日本にも家計繁栄のためのヤバめの開かずの間とかありますけどもそっち系ですかね見晴らしのいい山の上に建てられた質素な祖先の墓の意味とは多分一生引き合いに出される、えー「パラサイト半地下の家族を超えて」ってやつね、えー、韓国で1,200万人導入。 インサイドヘッド2を抑えて7週連続1位ってことで煽ってきとりますがみんな大好き紀藤師の謎の踊りとかオカルティックな呪術の話や伝承が織り込まれていそうで期待大です。134分とちょっと長いのが気になりますが見に行きたいと思っております。次そう X みんな待ってたのか 今作10作目にちなんでいるであろう X ですが1と2の間の間物語です同じようなフレーズ最近言った気がするな余命宣告をされたジョンは危険な実験的治療を試すためメキシコへしかしそれは詐欺だった騙した詐欺師や悪徳医師への死のゲーム開催このあらすじはやりやり感があっていいですね いろんな監督の手を渡ってきたソリッドシチュエーションスリラーの最高峰とも言えるソーシリーズですが、今作では海の親であるジェームスワンとリー・ワネルが制作総指揮を取ります。だんだん殺戮方法重視になっていたイメージのソーが原点に帰る緊迫の謎解きゲーム開始です。フライヤーのこれは目玉吸引機でしょうか。 ここには復讐を目撃せよって書いてますが宣伝動画では報復ではない命の尊さを学ぶ時って言ってまして本編の意図はどこに無誤差重視で途中離れてましたが原点回帰なら気になるぞもちろん R15+, です次丸これはホラーじゃないんですがね気になってます SNS 時代 ひょんなことから一躍スターなんてこともあるわけで努力も心構えもないそれは自分を置いて加速度を増していくそれって結構恐怖だと思ってます美大卒美術家アシスタントの沢田は事故で怪我をし職を失うその中何気なく描いた「丸が SNS で大バズり 正体不明のアーティストとして時の人となった。突然、誰もが知る存在となった沢田は、だんだんと丸にとらわれていく。 監督の毛色的に多分ハッピーエンドものなんじゃないかと思うところですが要素は4人も奇妙な物語的な期待に落ち潰されそうになったり自分を見失ったりちょっと奇妙な世界に片足突っ込むような映画です。次「邪悪な国のアリス」フライヤーを求めて遠出したんだけどゲットならずですが割と上映感多めです。 もちろんルイス・キャロル原作を題材にダーキーな思考をスパイスにした「血塗られアリスもの」ですがこのの手にアリスははよく使われます。今作はどうなのか。火事で孤児になり精神疾患的妄想に取りつかれって設定は2000年の PC ゲーム「アリス・イン・ナイト・メア」にめちゃめちゃ近いですがちなみにこのゲームは続編も含み傑作です。 それから着想を得ているかは不明ですがプー悪魔のクマさんのプーニバースシリーズでもないのかなリース・フレイクフォーターフィールドの名前が探したけど見つからなかったのでちょっと不明アリスといえばゴシックホラーと定番的題材でしてなんだか便乗感も湧きつつまあ面白ければその辺全部丸め込めるんだけどどうなんでしょう次。 殺人女優。一世風靡の人気女優にも賞味期限がある主演の座を次世代に奪われつつあった女優寸余は飲酒運転で事故を起こし活動休止再起を図るが世間は冷たく事務所が用意したのは後輩との同室うまくいかない苛立ちに立ったはずの酒をあおるが気づけばめった刺しの後輩がキッチンで倒れていた 全く記憶がない自分が殺したのか事故だったのかこれが知られては再起はないと隠蔽を図るがそこにチャイムが鳴った人間の嫉妬や恨み憎悪に狂気汚い感情をむき出しでドロドロとしたドラマそして飲酒で意識が飛ぶ中遺体が消えたりと自分がやったのかはめられたのかも分からず。 なかなか血の気の多い突拍子もないがリアル路線の殺人劇面白そうですよ。次消された男なんか面白そうなんだけど説明が難しいなこれ崖っぷちの男が名前を売ったらその名前で横領事件が起きて濡れ衣を着せられた復讐を果たし自分を取り戻せるのか 雇われ社長というキーワードが出てきましてその意味は名義だけを貸し出し実際の経営には参加しない書類上の代表者犯罪に利用されることもありこれを成りわとするものが存在するってことなのでこれを成りわにしていたんだろうなこの男はでも犯罪に巻き込まれたからおこだよといやいや分かってただろうというのは置いといて。 詐欺師同士のバカし合いとプライド。闇の世界をちょっとかっこよさげに劇的にいやこういうの好きよ。その男、命の値段は500万。名前の価値は1000億。見終わってスッキリすればなおよし。社会派アングラ系が好きな人にいいかも。次、追走ジャーニー、リエナクト。 忘れていた友とのの約束を果たすたすめの旅へタイムパラドクスせわし君問題を逆手に取ったような物語過去の自分に助言して未来を変えよう筆が進まない悩める脚本家のもとに一通のメールがそこには対抗催眠で失った記憶を取り戻し現代人のストレスをなくします。 対抗催眠を使って30年前の自分に助言し自身を売れる脚本家へ導こうと試みる一方過去の自分は夢描いていた理想とはかけ離れた未来に戸惑うものの助言に応え分岐する新たな世界線をたどることに選ばれなかった選択を過去の自分に選ばせることで物語は追想の域を超えて展開し始める。 これ原作小説があるのかしらと思いきや映画オリジナルのようです過去と未来の立ち位置がまさに逆説的というか見ててすっと入り込める作品だったらなかなかやばいのができてそうなんですが過去をいじって未来を変えるっていじった本人に残ってる記憶がなかったことになるわけでこれも一歩間違えれば世にも奇妙な世界なんだけど本作では 忘れていた大切なものを取り戻すきっかけあくまで催眠療法の一種での話なのでタイムマシーンの話ではないのでアルバムをひっくり返して懐かしの誰かに連絡を取りたくなるような映画ならいいなと思います次「国境ナイトクルージング」今を生きる若者そしてかつて若者だったすべての人に贈る珠玉の青春ドラマ 生生ききたいようう。に生きる。それが人生だろう母からのプレッシャーに心を壊したエリート社員オリンピック出場を断念したフィギュアスケーター勉強が苦手で故郷を飛び出した料理人挫折をひた隠し閉塞感の中で縮こまる3人が中国と北朝鮮の国境の街で出会った深入りせずこの瞬間をただ楽しむそれが 暗黙のルール。ー親友じゃない三角関係とも違う偶然の出会いという薄っぺらいつながりが孤独な彼らの凍てついた心を溶かし合う漠然と寂しくなった時に見たい映画な気がします次恋するピアニストフジコ・ヘミング世界中から愛され人々の心を震わせてきたピアニストフジコ・ヘミング 今年の4月にお亡くなりになってすぐ、2ヶ月と経たずにフライヤーが出回った印象ですが、死去を引っ掛けじゃないよね。もともとこのタイミングでする予定だったドキュメンタリー映画だよね。去年92歳とのことですが、願わくば映画公開の反応を見ていただきたかったし、聞いてみたかったです。2020年から4年間の旅路を演奏とともに描くドキュメンタリー作品。 2018年のドキュメンタリー映画、藤子ヘミングの時間は異例のロングランヒット。その続編とも言える今作、彼女の恋に彩られた人生、サンタモニカ、パリ、東京での暮らし、そしてパリでのラストステージ、ご冥福を心から、素敵な音楽をありがとうございました。次、ボルテスファイブレガシー。 フィリピンの大きすぎる愛で実写化半世紀前の日本のロボットアニメ「超電磁マシンボルテス5」日本以上にフィリピンで爆発的人気となったボルテス5フィリピンでは実写テレビシリーズ90話というボリュームで再構成映画にもなってその映画が逆輸入ともちょっと違いますが日本上陸です かつ日本版ではフィリピン版に含まれていなかった追加シーンも含む再編集を実施クオリティも爆上げということでこの日本版がまたフィリピンで逆逆輸入みたいなことになるんでしょうね面白いな日本の戦隊もの特撮ともちょっと違う味がありますほんといろんなものの中間をあんばいよく取り入れてる感じ これをまたフィリピン語で見るいわ新鮮さ元アニメを知っている方はどれだけ忠実で愛を持って制作されているかをぜひ見に行ってください次「祭祭りりののの後の後の祭りマゼコゼ一座」ゼゼ座の座長東千鶴が密室で殺された。 蘇るチンドンにメロメロロそしておバカ感ありつつも「犯人はこの中にいる」をガチでやってくれるちゃんとしたサスペンスであり役者は多いが何より豆山田さんがが出てるるのが気になる余談に走って申し訳ないですが自分「豆山田」さんが出てた2006年の超怖い話全3巻が大好きで。 でも3巻だけレンタルショップに返却されることなく店が潰れるという苦しい思い出でもありあの頃はまだレンタルの主流はビデオやったなとにかく奇妙ちょっと変わった映画見た見い人絶対おすすすめしますよ一言宣伝動画がいっぱいあるのでそれも是非見てみて豆山田さんの宣伝動画とともに概要欄に貼っておきます。 ということで11本の映画をご紹介しましたがフライヤーと独自のイメージだけで語っております実際に見たら全然違ったってあるかもしれませんかつ今週末公開の映画にはこの中に含まれていない作品もあります紹介したタイトルの宣伝動画は概要欄に貼っておきます最近ちょっと長くなってきたから次からちょっとね減らそうかなでも調べると気になる作品ばっかりなんだよなぁ悩ましい 何がともあれ気になった作品は是非調べてみてください。週末何見に行く